どうもこんにちは、モポです。こちらは2月6日にベントグラスの芝刈りをした時の様子です。前回の投稿から1ヶ月空いちゃいましたが、最近の芝刈りの様子を芝刈りの映像とともに報告します。完治型の芝であるベントグラスは冬でも緑をキープできるかというと、そうでもなく、1月から2月にかけてこんな感じでまだらに黄色っぽくなるのは例年通りです。年によっては全面が黄色くなることもあります。例年なら黄色くなった箇所も下にサッチがマット化しているので、パッティンググリーンのような状態をキープできています。現在のこの芝生は昨年の秋に種をまいてしっかり根を張る前に冬に突入してしまったので、黄色くなっているところは芝も薄めで下の土に透けて見えています。この点は例年とは違うところ。それでも緑が残っている葉の部分は1月2月でも成長しているようで、成長が止まっている黄色の部分と対比してかなり表面がボコボコしています。南国と言われるここ浜松ですが、1月の後半に最低気温が0度を下回る日が1週間以上続いたり、マイナス3度以下になる日もあったりと、芝生には厳しい気候でした。完治型のベントグラスは冬でもわずかばかりに活動しているので、活動に必要な水やりは必須です。雨も1月の中旬に降ってから1ヶ月近く降らなかったのですが、芝が乾燥してくる1月の後半がめちゃくちゃ寒くて散水もサボりがちでした。出勤前の早朝は真っ暗で気温もマイナス、ホースの中の水も凍っているしめちゃくちゃ寒い。仕事から帰宅後も真っ暗で晩に水やりなんてしたら朝にかけて間違いなく芝生が凍ってしまいます。という言い訳をいろいろ並べてみましたが、正月休みに1回芝刈りをしてたのですが、そこから1ヶ月放置状態でした。その結果がこれ、雑草だらけです。普段は刈り高を4ミリ前後のパッティンググリーンクオリティで管理しているので、雑草の種が飛んできても高密度の芝生の上に種が転がり、土に到達する間もなく発芽する前に芝刈り機で種を回収しちゃってます。雑草が発芽したとしても週 1,2 回で引く刈りしていたら、若い芽のうちに根元から刈り込んでしまうのでほとんど目立たず育つこともありません。今年の芝生は先ほど説明した通り、昨年秋の遅い時期に種をまいて芝が生え揃う前に冬に突入してしまったので密度がスカスカ。雑草の種が飛んできて芝の葉の隙間に落ちたらすぐに土なので、今年はやたらと雑草が発芽しているようです。1ヶ月芝刈りをサボっている間にこれだけ雑草が増えてしまいました。雑草ごと芝刈り機で刈り込んじゃってもいいのかもしれませんが、今現在の芝生はまだパッティンググリーンの刈り高まで下げず、刈り高は高めの8ミリで管理していることもあって、芝刈り機で刈り込んでも雑草が地味に生き残っちゃいそうです。この動画を撮影している土日は久しぶりに暖かい週末だったので、芝刈りの前日からこの日にかけて都合4時間かけて雑草取りを済ませています。まだ花粉が飛んでいない今のうちに地味に時間がかかる作業はやっておきました。あと今年の春はサッチングやエアレーションといったいわゆる更新作業はやりません。更新作業は芝生を長期間育成することによって固結したりサッチなどの有機物が堆積したりと劣化した土壌を回復するのが目的。昨年秋に種をまいたばかりの我が家の芝生に関してはサッチは皆無、床土もほぼ 100% 川砂なので、どれだけ等圧を加えても固結することはありません。昨年の秋に芝生をリセットした際、芝生を全剥がしした後に床土として入れてある深さ30センチの川砂を全て耕しています。隣積率および堆積率 100% で更新作業エアレーションをしたわけですからね。10年管理したベントグラスの芝生を剥がした時に床土の表層10センチくらいの厚さでサッチやマットに沿って残っていましたが、その下の方は有機物もそれほどなくて綺麗なものでした。この1年はコアリングなどのエアレーションは必要ないと思います。今年の夏前の様子を見て秋以降の更新作業について考えたいと思います。我が家の芝生の近況についてはこんな感じですが、あとね、ちょっと悩み事があるわけなんですけど、完治型のベントグラスとはいえ今の時期ってほとんどネタがなくて動画の更新が滞っちゃうんですよね。オフシーズンには芝生のうんちく的なネタで動画にするって言ってもありますが、あまりうんちくばかりに偏っていると一部の視聴者さんには評判が悪いんですよね。大して野球経験もないくせに YouTube や Twitter とかの野球動画でやたらとにわか評論家になっているのを見るとすごく痛いやつに見えますが、自分のような芝生素人がうんちくを語っていると多分同じように見られているんだろうなって思います。
芝生で生計を立てているわけではないので素人ではありますが、一般家庭のお庭にベントグラスのパッティンググリーンを10年管理しているっていうニッチな分野ではハイアマチュアの層には入れるかな。今回みたいな語り動画って芝刈りの撮影時間が10分そこそこ、ナレーションの台本を考えるのに1時間、録音に20分くらい、動画の編集も1時間もかからないと思います。普段の芝いじり作業の動画もやった作業のボリュームによって動画の編集作業量は変わりますが、まあ 3,4 時間もあればできるかな。ですがうんちく系の芝生動画って1本作るのにものすごく時間と労力がかかります。うんちくを語るためにはそれ相応の勉強時間も必要で、情報収集とかだけでも 3,4 時間はかかるし、図や表などを Excel や PowerPoint で作成するのにも 3,4 時間かかります。芝生管理の動画は喋りながらやっているわけでもないので、普段の芝生作業をしているところをただカメラを回すだけ、 Vlog 系の動画ならその日に撮った画像をまとめるだけで済みます。うんちく系の動画だと撮影したソフトから動画を探したりしているので余計に時間がかかります。作成した資料とか説明を補助するような画像や動画がたくさん必要になるので編集時間はかなり長くなります。なんだかんだでうんちく系動画を1本作るのに10時間はザラにかかります。こんな感じでめちゃくちゃ苦労してうんちく系の動画を作ったとしても、視聴者の方のほとんどが高麗芝オーナーだろうということもあって、オフシーズンは芝生への関心が薄れているのか視聴回数がほとんどありません。前回の電子工作についても苦し紛れに芝生管理と結びつけて動画にしてみましたが、結果はひどいものです。芝生の管理というカジュアルな感じで見てくれている視聴者層にとっては、こんな電子工作なんてニッチでコアなネタは失敗でしたね。そんな中でね、この動画を出してすぐに見てくれているいつもの常連の視聴者さんには本当感謝でいっぱいです。 YouTube のチャンネルを伸ばすためにはジャンルを明確にしてブレないことが鉄則。他の芝生 YouTuber さんたちはしっかりそれにのっとって、芝生とは関係ない動画はほとんど出さないですし、冬の間は芝生同様動画更新も休眠モードの芝生 YouTuber さんも多いです。自分もそれにしていいですか、迷いどころです。ジャンルをブレさせないことも大事ですが、今後ネタがなくて更新頻度が落ちてくると皆さんの YouTube 画面のおすすめにも表示されなくなってくるので、その方がもっとやばいです。もともとはこのチャンネルは9年くらい前に下手くそなギターやらゴルフやら自分の趣味の動画を上げていたチラシの裏のようなチャンネルです。そんな中で芝生の動画を作り始めてから登録者数が増えてきたこともあるので、視聴者さんの多くはこのチャンネルに対しては芝生の動画を期待されているものと思います。というわけでね、今後もこのチャンネルでは芝生の動画を中心に更新していくつもりですが、芝生とは全く関係のない完全に自分の趣味のチラシの裏のような動画も更新していくかもしれません。多分芝生好きな皆さんが興味を持たれるというわけではないネタもあると思うので、前回の電子工作と同様視聴回数は気にしません。ここ2、3年ご無沙汰だったゴルフも再開しようと思っています。ギターも最近サボりがちだったから動画で見せるのはちょっと恥ずかしいですね。指先もだいぶ柔らかくなっちゃいました。最近は DTM みたいなのにもハマっています。このチャンネルの最近の動画の BGM も自分でビートメイクしたものです。まだ素人なのでこのチャンネルに合った印象の曲を作るってのが難しくて、なぜかノリノリの曲ばっかり作っちゃってます。このあたりのネタも絡めてチャンネル運営していこうと思います。芝生のネタを減らすというわけではなくて、その分更新頻度を増やしていきたいという意気込みです。突然芝生とは全く関係のない動画が公開されたとしても、元のやつどっかしちゃったのかとは思わずに生温かい目で見守ってやってください。今後もよろしくお願いします。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。